ここ何ですか？とても厳重なコンディション調整を感じますけど。大きな箱。橋の左右に6つずつ、向こうに1つ。全部で13。それぞれのブロックに名前がついているようだな。目、いいんですね。どれどれ？ペトロ、アンデレ、ボアネルゲ、トマス、ヨハネ、フィリポ、マタイ、バルトロマイ、ヤコブ、タダイ、シモン、ユダ。あとはマリーエン・キントと記されているようです。マリーエン・キント、どこかで聞いたことあるような。マリアの子供という意味よ。ここは見るのもやばいようなものを入れるところさ。こういったな。ゾハル！全部エミュレーターだけどな。さっき回収したのも含めてバッチリ封印済みさ。どうしてゾハルがここに？まあ商売はいろいろと手広く。それにこのご時世、グノーシス対策は避けて通れねえからな。連邦が重いケツを上げる前から備えは必要だったってこと。通路の先の部屋は何ですか？見て気持ちのいいもんじゃないぜ。見せてくれないの？やめとけよ、おすすめしない。手広く商売といっても一財団でしょ。この船の武装にしたって先日強襲艦をはるかに上回るものが装備されているみたいだし、あなたたちって一体？元は政府の機関なんだけどね、一応。まあいいや、そんなに見たいならどうぞ。おすすめしねえって。ここにあるものはすべて
人間のグノーシス変容体のようです。変容体、話には聞いていたが。大抵の場合は白化して砕けちまうんだがな、ごく稀にこんなこともある。俺たちはこの子を仮にベティって呼んでる。直視するのはきついだろ。でもコードや番号で呼びたかないんだ。死人を物や数として見るようになったらおしまいだからな。女性なんですか？俺たちが最後に見た時は女の子だったよ。人間がグノーシスになるなんて、奴らの正体ってわからないの？ここだけでなく、捕獲されたグノーシスの残滓はたくさんあるみたいだが、正体解明の参考にはならなかった。それの構成物質知ってるか？いや。 NACL シオサ、あの半透明の体組織だって、その主成分は水や水酸化ナトリウム。そんな当たり前の物質がなぜあんな存在になるのか。奴らに接触された人間が例外なくグノーシス化するっていう事実から、新種のウイルス説や別次元の生物がこの世界に存在するためにとっている仮初めの姿だって説まで、玉石混交さ。例外はないの？ないね、俺の知る限りでは。別次元の生物って可能性もあるんだよね。だとしたら本体は別にあるってこと？どうだかな。まあ人間に対して敵意を持ってることだけは確かさ。もっとも人間に敵意を持つ存在なんて珍しかないけどな。主任どうかしたんですか？顔色悪いですよ。え、何でもないわ。何でも、いつからこんなことが始まったのかしら。非公式にはここ数百年、それらしい現象は散逸的にあったらしいけど、ある事件を境にしてグノーシスは歴史の表舞台へ飛び出した。ある事件？ミルチア紛争。たった一人の男の野心、開いてはいけない扉を開いた男、ヨアキム・ミズラヒが災いをこの世へ解き放った。ヨアキム・ミズラヒ、希代の科学者にしてニューティック機関創設の祖。強靭さ。グノーシスへの知的好奇心を抑えきれず奴らを呼び寄せたんだからな。強靭。ファウンデーションはその後始末と事実究明のために、戦後遷都した第二ミルチア政府が音頭を取って設立された。それが俺たちの本来の仕事さ。しかしここ数年は平和そのもの。かといってファウンデーションの維持、特にゾハルの管理には莫大な金がかかる。そんなこんなで財団化、その後に一部門を民営化したらサイドビジネスで大当たりってわけ。パパはそんな人じゃない。Thank you.
Thank you.
Thank you.
たちはどう思う？狂人、ヨアキム・ミズラヒ。パパは本当にそんな人なのかしら？パパに作られた私たちレアリエも有害なものなのかな？モモちゃん、こんなとこにいたんだ。シオンさん。どうしたの？元気ないな。シオンさん、モモは？ヨアキム・ミズラヒに作られたんです。まだ連邦に貢献していた頃に計画された百式レアリエン。知ってるわ。シオンさん、モモ、パパが狂人だとは思えない。でも、自分が何者かもわからない。自我同一性の拡散か。永遠の難問よね。この船、いい環境中使ってるね。エンバイラメンタルバグ、閉鎖した空間をクリーンに保つナノマシン。これ、ミズラヒ博士の。ううん、科学の歴史の中でも結構いい発明だと思うな。この子たちは人工的に生み出された存在なのに、ずっとこの世界にいたように役に立ってる。あなたたちレアリエンも同じじゃないかな。人間と違うのは誕生してからの歴史の長さだけ。この世界全体を構成する大事なメンバーであることに変わりはないと思うんだけど。それに私、ミズライ博士がいっぱいに言われているような危険な人物だったのかは疑問なんだ。環境中だけじゃない。彼のレアリエンに関する著作は深い洞察に満ちているもの。現在の対グノーシス技術の発展にもミズラヒ博士の残したグノーシス基礎研究が役立っています。ナイスフォローね、コスモス。今の反応すごく良かったわ。感情のエンパシー、人間関係にとても重要なファクターよ。現在は人間関係の円滑化が必要とされるフェーズではないと思われますが、お役に立てたのなら幸いです。コスモスさんって面白い人ですね。人の言うことあまり聞かない子だけどね。パパに会ったことはないんです。でもモモが生まれるまでの間、ずっと優しく声をかけてくれてた。良い行いをしたらモモは人間になれるよって。ぼんやりとだけど、それだけは。そう、素敵な思い出ね。はい。主任、グッドニュースですよ。この船、空海ファウンデーション着後、第二ミルチアまで行ってくれるんだそうです。第二ミルチアまで？わざわざ？向こうに用事ができたそうです。ああ、エルザはまた修理だとかで、船長機嫌悪いですけど。用事って、本当かしら？は？うん、各々事情はあるんだろうけど、みんながみんな、ミルチアってのちょっと気持ち悪くない？そうですか？単なる偶然でしょ。僕は運賃が省けてよかったと思いますけど、エルザとは桁違いにリッチな設備だし、万が一グノーシスに遭遇してもこの船の装備なら。あ、個室行ってみました。ジェットバスやミニバーついてますよ。で、なんで額に手当ててるんです？なんでもないわ。あなたの現金さが羨ましいだけよ。
れが空海ファウンデーションですか。この船同様金かかってるな。デュランダルがそのままメトロポリスになるなんて綺麗。え、この船このまま入港するの？この船ファウンデーションの有名なランドマークなんだそうですよ。エルザの中にあったトラベルガイドに載ってました。そうなんだ。旅行ページってあんまり見ないから。あ、ほら入港ですよ。うわ、観光に来るならニューイヤーズイブがいい。ライトアップしたメトロポリスはなかなかの眺めだよ。外南空海か。空海ファウンデーション代表理事。え、あ、ジュニア君。何か？いえ、はじめまして。空海ファウンデーションへようこそ。大体の事情はマシューズ船長とケイオスから聞いている。よろしいか？はい、お世話になります。楽しいご滞在を。私ったら初対面の人に失礼ね。君がモモさんだね。摂食症委員会のユリ・ミズラヒ博士から知らせをもらっている。ミルチアまで安全に送ろう。ママからですか？ああ、よろしく頼むとおっしゃっていたよ。ママと話せますか？どうかな、とてもお忙しそうだ。そうですか。どうしていつも会ってくれないのかしら。また通信が入ったら必ず知らせよう。はい、ありがとうございます。あのコスモスってやつのポテンシャル、並大抵じゃないぜ。どう見てもテストタイプって柄じゃねえな。エミュレーターと共鳴したことも気になる。ヒルベルトエフェクト。アーキタイプは損失したと聞くが、なかなか裏がありそうだな。それに、コスモスの管理者、シオンと言ったか。彼女、気づいているかもしれんな。俺たちの力に。まさか普通の人間がか？普通でない可能性はあるんじゃないか。そうかな。見たとこ普通の女の子だけど、まあヘルマーのおっさんも関係している例の計画の最重要機密に携わっているわけだから、そういうこともあり得るか。プロジェクトゾハルか。なあ、しばらくさ、ミズラヒの話はよそうぜ。ふん、あのモモという声の気遣いか。なんだよその目は。誰も狂人の子だなんて言われたかねえだろ。もっとも俺たちはミズラヒ最後の場所となったあそこに居合わせ
一部始終を見ている。あの子はレアリエンだ。記憶をすり込まれてる可能性もあるけどな。彼女の抱いているミズラヒ像の方が巨像だというわけだな。わかんね。だからこそ保留にしておきたいのさ。とりあえず今はな。そんなに気にかかるのならビーチにでも誘ったらどうだ。彼女も少しは気分転換になるだろう。だからそういうんじゃねえって言ってんだろ。おい、なんだよこれ。ステンレス仕上げのマカロフじゃねえか。しかも紙箱付きかよ。先週たまたまサザビーズの古代武器コレクションに出ていたので落札してみた。何企んでんだよ。柄でもね。別に最近よく働いているようだからボーナスでもと思ったんだが、余計な世話だったかな。むやみやたらと打つなよ。俺より年上なんだ。少しは年長者らしく振る舞ってくれ。最高。空いてるわよ。主任、そろそろ行きましょうか。うん。どうしたんです？僕の気のせいかな。この船に乗ってから主任妙に暗くありません？別に何でもないわよ。何？私ってそんな風に見えてる？見えてます、思いっきり。そうか。ほら、その感じ。いろいろ考え事あるから、そのせいよ、きっと。本当ですか？僕でよければ、いつだって悩み事の相談くらい。シオン、遊びに行こうぜ。ん？ランチ乗り場で待ってるからさ、すぐ来いよ。じゃあ。
彼女にも心があると思うって言ったら、君は笑うかな？コスモスに精神活動ですか？興味深い現象を見つけたんだ。もちろんまだごく弱いパルスのようなものでしかないけれど。本当ですか？それは引き続き観察する価値がありますよ。コスモスの組織構造は人脳を忠実に再現していますから、ありえない話じゃないと思います。ももちゃんへの共感行動、あの時の深層領域化波形はフラットラインダメか、何もなしね。どうしたんですか主任、せっかくビーチに来たのにモニターとにらめっこだなんて。そうですよ、シオンさんも一緒に遊びましょう。ごめん、ちょっとね。コスモスさんですか？大変なんですね。コスモスね、僕らでも解析しきれないブラックボックスの部分が多いんだ。ブラックボックス？うん、だから少しずつ少しずつ解析していって、昔の姿に近づけていってるんだよ。コスモスのことを熟知してたのケビン先輩だけだったから。
ねえ、アレン君、ジュニア君とガイナン氏って親子なのかな。兄弟にしては随分年が離れてるみたいだけど。世襲用にセルフクローニングしたとか隠し子だとかゴシップはあれこれ聞きますけど。クローンではないと思います。ゲノム配列が微妙に違う感じ。すごい、ももちゃんそんなことまでわかるの。ももは観測用ですから。そうですね、親子兄弟というほど差異はないのに同じ構造とは言えないような。そんな存在ってあるの。塩基配列が 0.1% 違えば完全に他人なのに。誰が隠し子だって。いや、素晴らしい海岸だね。とても人工ビーチとは思えないよ。うちの新製品だからな、天候も変えられるのが売り。青空ばっかじゃ芸がないってね。相変わらず多忙そうだな、ヘルマー代表。いやあ、ニグレド、そちらはどうかね。その故障、あまり心地よくはないな。失礼、ガイナンという響きにまだ馴染みがなくてね。で、何事かな。そちらへ向かっている。微妙な積み荷を乗せているので知らせた方がよかろうと判断した。ほう。連邦の巡洋艦ボークリンで、その積み荷を思わぬ縁で確保した。エミュレーターだ。12機目か。ユーティック機関の記録と一致するな。まあ、先の惑星消失事件のものとみて間違いない。奴らがその後建造していなければこれで全てになる。オリジナルを除いてだが。それは不可能だろう。あれを建造できる男はこの世にはもういない。そうだったな。それともう一つ、接触症委員会のプロトタイプを連れている。まさか君が送り届けてくれるとは。76時間前うちの貨客船が救助保護した。偶発要素を引き寄せる磁力も君特有の能力のうちかね。偶然ではなく蓋然だとある知人なら言いそうだが、ともあれユーティック機関の動きには多少引っかかるものがある。そちらの警戒も強めた方がいいかもしれん。 UMN 管理局には打診をしておこう。艦隊規模の転移はそれで探知できるからな。賢明だ。連中の手にエミュレーターが存在しないと仮定した場合、十中八九旧ミルチアに封印されているオリジナルを狙ってくるはずだ。そしてウドゥか。連中の最終的な目的が何かは分からないが、あれを再び目覚めさせるわけにはいかない。何があってもだ。了解した。君たちの到着に備えよう。再会を楽しみにしているよ。
Thank you.
Yeah.
Thank you.